着いたのは12時くらい着いて、で土日なんかいろいろしながら過ごして、今日から YouTube 再開します。ということで、再開するんで、再開ってことか、頑張りたいと思います。朝はもちろんこれ、よし、おう、サウナスーツ、よし、宇宙行ってきます。見られますね。YouTube 鳥が鳴いてるね。ということで、改めて皆さん、久しぶりです。ドイツに帰ってきました。
まあ一人暮らし、完全な一人暮らしで、同居の相方が帰ってしまって日本に一人暮らしが始まるんですけど、静かですね、めっちゃ静かです。で、今日から練習も始まるんで、散歩中です。オレオっすね。はい、ということで帰ってきて、じゃあ冷蔵庫に何があるのっていうことで見ていきましょう。卵、こんな感じ、こんな感じ、こんな、これお茶、ヨーグルト、トマト、バター、キャベツ、カレー、ネギ、人参、マシューム、こんな感じで、鶏肉っすね、これは。で、水。冷凍庫は何も入ってない。なんか今冷凍してあるから1個っていう感じです。 OK、 はい、ご飯できました。ご飯、なんかポン酢と鶏のやつね、ポテサラ、目指せいただきます。ってことで、練習終わって帰ってきました。で、結局練習を全部やって、まあ、でもそんなに本気ではないですけど、7割ぐらいやって、なんかやっぱり左足が使えてないんですよね。使えてなくて右足ばっか使っちゃってるんで、左足使えてないっていうのは怪我した足なので、ちょっと怪我してる時とかビッコ引いてて歩いてるんで、その左を使うっていうことを忘れちゃってて、でやっぱ練習終わって足見てみたら右足の方がすごい太くなっちゃってて、今こう必死にほぐしてるんですけど、まあ意識しないとダメですね、ちょっと左足に関してはっていう感じで、あとは明日痛みが再発しなければいいかなっていうぐらいで、普通にプレーはできたんで、そんな感じで、はい、とりあえず疲れたね今日は。これからご飯食べてストレッチして寝ます。ということで、はい、thank you.